これって要するに修行中に死んでも文句は言いませんってことですよね。理解が早いですね。帰っていいですか。返すわけないじゃないですか。ここって悪の組織の秘密基地ですか。まさか。うちは世のため人のための研究を行っている立派な組織ですよ。私は何をすればいいんですか。簡単に言えば化け物の世話ですね。はぁ。ここでは呪いの研究をしてるんです。お経ですね。気休めではあるんですが、これが通用するものもいたりしますし。どこに向かってるんですか。高藤さんの職場です。アルファオメガという言葉をご存知ですか。ご存知なわけないでしょう。ギリシャ文字の最初と最後、つまり全てとか永遠という意味ですね。高藤さんの世話する被験者のコードネームです。被験者ってことは人間なんですよね。僕は見たことがありませんので何とも言いようがありませんよ。今のところ分かっているのはアルファオメガは考えるだけで何でも殺せるということです。はい。私にそんな化け物の世話なんか。教員免許お持ちですよね。え、もしかしてそれが理由。今のままでは人類が滅亡する可能性があるんですよ。は？適切な教育を与えることによりそれを回避できるのではないかと。でもなんで私なんですか。他にふさわしい人がいくらでもいるんじゃ。応募があったのでちょうどいいなと。適当すぎるだろう。私にはここから先に行く権限がありません。え？あとは指示書に全て書いてありますんで。ちょっと。ま、気楽に頑張って。もう人類滅亡したって知らんからな。よね。こんにちは。誰かいませんか。こんにちは。影に潜んでここまで来たみたい。ってこれ何？悪魔みたいなものかな。ああ。たまに僕を殺そうとやってくるんだ。はあ、そっすか。ねえ、遊ぶのはいいけど、もう夜になるし、明日でいいかな。え？ああ、ごめんね。なんか、うわーってなっちゃってさ。はい。私は高藤浅香って言うんだけど、君は？アルファオメガって呼ばれてるけど。いやいやいや、それってコードネームでしょ。名前は？ここに来る前はお隠し様って呼ばれてたけど。そんなことよりお腹空いた。私も空いたかな。って、もしかして私が作るの？無理。でもあの子が出てくる前に作らないと。
ほっ。これ何？ま、今はとりあえず食べてよ。おいしいよ。食べたことのない味。まず名前か。お母さんとかなんて呼んでたの？お母さん？いや、いいや。私が勝手に決めるけどいい？うん。よぎりってどう？じゃあ、高藤よぎり？なんで私の名字まで名乗ってんの？名前の前にそういうのつけるんじゃないの？なんで親子みたいになってんだよ。って、それも分かってないのか。お、じゃああんたはこれから高藤よぎりってことでよろしくね。これ握手ね。よろしく。はい、副賞。よろしく。